こちらですね、第2エイドになるふもとエイドにたどり着きました。こうバーッとね広いんですが、向こうの方に行ってみると食べ物がこうやってね並んでいますね。こんにちは、スタッフの皆さんですね。ありがとうございます。匂いもいいでしょ、すごいでしょ、私がみんなで食べたくなるでしょ。トップの選手がもう本当すぐそこまで来ているはずなんですけれども、誰かな、小原さんか、それともそれともおはです小原さんですね。小原聡選手が男子トップで今ふもとのエイドステーションに近づいてきました。バッチリですね。まだそうですね、今のところ大丈夫です。ここまで大丈夫だったら体調は大丈夫になるからまだ寒くなってくるとちょっと分かんないですけどね。そうですね、意外に冷えてきてるんで、ちょっとここから長いと思いますけど、頑張ってください。ありがとうございます。今まではもう最後までフィニッシュできることを目指して走っていました。けどこれからは自分がどれだけ世界の頂点に立てるか試すんですと言って、最初からもうペースを上げますと言っていました。そして入ってきたユー・フモト 43.2 キロです。小原聡選手です。マスクも出してさすがです。こちらの向こうですね、こちらによってバナナを一本だいぶ披露してるんですかね。あ、次の選手やってまいりました。誰かな？石川義彦選手ですか？お前さん、ありがとうございます。石川さん、次3番手が来ます。ちょっと待って。石川選手ですね。石川義彦選手が麓に到着。はい、2番まで結構これが3番手の選手、第3位の選手が到着ですね。あ、また第4位の選手が入ってきました。西村選手ですね。西村選手はまずはフラスコにお水を足してだいぶ水分を取られたんでしょうね。すごいですね。あ、いらっしゃいました西村選手ですね。西村選手もサポートエリアへ入って、その水塚選手、あ、しっかり奥様がカットされたフルーツを多めに取って、いつもレースの時はフルーツメインで取られるということなのでしっかり食べれてますね。うちの土井選手は水分をしっかり入れてますね。あとはジェル、こうやって練習も取られてます。すいません、なんかからかこちらは近江龍之介選手ですね。マスクやな。現在20歳、最年少の今回の UTMF169K の最年少の選手、近江龍之介選手。太田美子さんですね。サポートの場所がまだありますかな。太田美子選手が女子トップ、ね、4時間13分でふもと 43.2 キロを通過。あ、ゆみなちゃん、はいどう、サポート向こうだよ、頑張れ。早い早い。そして今47分3分差ですね。あ、女子3位の方が、うわ爽やか、頑張ってください。女子3位、今田真彦選手が女子3位で到着しております。